さ、はい、さん、ん、ありがとううございます。す、え、で、ー、寒そうですね、えー。僕はいつの間にか名前がまた変わりましたが、教会とイルミネーションは綺麗ですね。うんまああのー、今日がまあサンタクロースの日で、まあ、サンニコラなんですよ、うんで。本当は昨日の夜から今日の朝にかけてサンタクロースが来るかなと思っていたんですが、えー、来ませんでした。 12月24日のクリスマスイブではないんですよね。これは前。昨日お話ししたんですけれども。えー、桃田さん、ありがとうございます。宇野昌磨んの情報ですね。えー、株へアメブロ情報です。先ほど入ってきましたで。それによりますと、宇野選手がフリーのボレードについて、ステファンの振り付けなので、ものすごく難しいけど、 全日本で戦うときにジャンプ一つ失敗したら大落ちするくらいのリスクは高いけど、今までにないくらいの練習をしてきたからジャンプ構成を下げるつもりはない。で、安全策は取りたくないって語っていたそうです。宇野選手らしいですね。そうですね、宇野くんは北京五輪、オリンピックシーズンでも、あの、 オリンピックシーズンでもこうやって難しいものにこう挑戦したりするっていう姿は宇野くんらしいですね。でいつも目の前にある試合に全力を尽くすって言っていますから普通はオリンピックシーズンの全日本ならジャンプ失敗は許されないからジャンプ構成を変更して3枠に入るようにするのに。 それをしていないのが宇野選手ですよね。そうなんですよね。これおっしゃる通りだと僕も思いますね。で、宇野選手は前にオリンピックよりも全日本で一番になりたいって言ってたし、これはね、あの、驚愕ですね。うん。面白いと思います、これ。宇野選手は前にオリンピックよりも全日本、全日本ですね。で一番になりたい。 普通の選手ですと、まあ、オリンピックで金メダルっていうね、ところが、まあ、軸になってくるというか、夢になってくるかなってあるんですが、宇野くんは、オリンピックよりも全日本で一番になりたい。っていうことなんですよね。うん。はい。これは、宇野選手らしいですね。うん。そして、彼にとって全日本は特別なんですね。 えー、今日もワンチャンネルで練習に励んでいましたよ。ということなんで、まあ、着実に全日本選手権近づいてくるんですが、まあ、その全日本選手権は、まあ、この新型コロナ禍でどうなるのかっていうのはわからないですが、まあ、とりあえず宇野くんは元気で練習しているという情報ですね。はい はい、続きまして、えー、カバのお話です、はい。カバのお話ですね。うんえー、レモンみかんさん、ありがとうございます。はいえー、カブくん、カバを見,見下げてはいけません。うん、あの昨日ねあの、カバは新型コロナに、ね、かかってしまったっていう、ね、ベルギーの、ベルギーであのカバさんがですね、動物園のカバさんが 新型コロナに感染をしたんですよ。うん。で、まあ、それでお話盛り上がったんですが、カバは、えー、新型コロナに関わらないと思っていました。うん。なぜかというと、カバはですね、風邪をひかないっていう、いうことです。カバ、カバ、カバって言ってると分かるよっていうお話でしたが、見下げてはいけませんということなんですよ。はい。 なぜかというとですね、それは最強の動物だそうです。で、巨大なワニも場を譲り逃げ出す。えー、逃げ損なうと、カバ軍団に囲まれ、命はありません。いや、これは面白いですね。はい。ちょっと思わず吹いてしまいましたけど、うん。カバショック。カバショックですね。で、まあ、僕はイメージ的には、カバは、まあ、歯がですね、歯。 歯がなんかこのなんか奥歯みたいな歯になってると思ったんで、まあ、そんなこう危なくないかなって思ったんですよでワニの歯ってなんかサメとかなんかすごいライオンとかのこうまあ剣士というかねまあ尖った歯のイメージがあってワニの方が全然危ないと思ったんですけどなんかカバショックっていうのがあるみたいなんですよねはいなんか突進してきそうで怖いな怖い感じはするんですけどまあ突進は あれですかあの牛ですかねカバっていうとなんかのんびりしてなんかいるイメージがあるので。はい。で、あ、でですね、えー、アフリカのどこの,どこの国かは忘れましたが、人間への被害も一番多いらしいです。これはちょっと、あの、驚きの、驚きの情報ですね。人間への被害っていうところはどんな被害なのかなうん。 で、日本中の動物園のカバは太郎と花子という非常に仲良しで穏やかなカップルの子孫。えー、ほぼどの、えー、カバものんびりおとなしい性格のカバばかりでこのイメージでしたがなんかカバカバ言ってるとなんかねあのはいおかしくなってきそうな頭がちょっとねカバになってきそうな気がするんですが。 えー、実は野生のカバーは気象が超荒いらしいので、アフリカに、皆さん、ね、もしね、アフリカに行くときはですねあの、アフリカに行くときは、カバーに注意していただきたいと思いますね。はいまあ、なので、まあ、カバーはあのー、僕はちょっと歯が鋭くないイメージがあったんで、弱いと思ってたんですけど、弱くないので、強いので注意して、あのカバーは強いので注意が必要ということですね。 はい、はい、そしてあのフィギュアスケートのお話していきます。で、これはカナダのお話なんですけど、ちょっと僕は、えー、クエスチョンマークな部分もあるんですが、コメント見ていきたいと思います。えー、福岡花子さん、よろしくお願いいたします。はい。 先ほどカバのところで花子というカバの名前が出て,出てきたばかりなんで、ちょっとあのな何かを、はい、感じちゃうんですが、えー、そりゃまあわかりますが、えー、だったら、あ、これはカナダイのお話。でこれ何の,おな何の動画の内容だったかちょっと忘れてしまったんですが、多分、えー、これと組がですね、 な涙、泣いちゃったとき、NHK 杯か何かで、まあ、涙を流してしまったときに対して、まあ、かわいそうではねっていう動画だったと思いますね。確か。はい。えー、それで、そりゃまあわかりますが、だったら、えー、カナダイが出なければいいのって言いたくなります。えー、コエトさんも、かなちゃんも、ダイスケさんも、シングルからアイスダンス、皆さんフィギュアスケート人生を、 目に見えないところで努力してきた結果ではないでしょうか、まあ、そうですね。うん。努力、努力ですよ、努力。うん。えー、なんか、かなさん、だいすけさんが気の毒になってきた。えー、かな大いペアは、みさとさんペアのこと何も言ってませんよ。まあ、何も言っていないので、まあ、特にね、何も言ってないとは思うんですが、 まあ、多分これは圧力ですよね多分、うん、僕は多分ねあのー、何も言ってないんだけれどもでもそのまあぶっちゃけるとカナダイの方がやっぱりメディアからのこうアピールあ,あのなんだ、えー、メディアからのその注目っていうのは高い気はするのでうんまあ実力とかっていうところじゃなくて、まあ、根底的なとこ根底的な部分においてですね まあそれが、まあちょっとね、ねなんか、考えさせられてしまうのかなっていうのがあるんですが、で、謙虚に自分たちのことを言っていました。私、前から感じていることがあるのですが、怒られるのが怒られるの覚悟で、えー、美里さんの笑顔は本当に素敵です。うん。でも、笑顔じゃないときは何か怒っているの 何か悪いこと言ったのかなって近寄りがたい感じ。演技でもいいから笑顔に、笑顔でいてほしい。これ近寄りがたい感じっていうのは、あの、このちょっとね、確かにこう、なんかその、怒っているとき、まあ、僕もちょっとこれ感じちゃ、感じちゃったな、ちょっと、うん、正直言うと。うん、はい。 えー、演技でもいいから笑顔でいてほしい。笑う方には服着たる。そうですね。笑っていれば、ね、いいことはあるでしょうということですね。でもまあ、皆さん人生どうですかねずっと笑ってたら服,着、ま、服とかは着ましたかねうん。まあ、子供の時は何も考えないで、ずっとこう笑顔でいたらいいっていうのがあるんですけど、大人になると、なんか、作り笑いしてる方が疲れちゃうこともあるので、うん。 まあ自然体でいるっていうのが一番いいとは思うんですけどもね。まあでも、どうなんだろう。まあでも作り笑顔って、笑顔って <laughs> 作り笑顔ってすぐバレると思うんで、うん、まあ自然体になるべく自然体にしたいところではあるんですけど。で、えっ、ー、と、美里コレートペア、カナダイペアをこれからも応援しています。 ということなんでね。まあ、二人ともね。まあ、二組とも、こう、頑張って応援していきたいですがね。うん。はい。というわけで、皆さん、今日はいかがだったでしょうか。えー、ちょっと今日はね、あの、なんだ、穏やか配信になってしまったんですけどね。うん。まあ、いろんな話題があったかと思います。はい。ではね、これで終わりにしていきます。 ありがとうございました。